次回デートは、日本の女性キックボクサー兼、プロレスラー。2012年4月1日、プレジェガールズでのサオトメクニコ戦で、キックボクサーとしてデビュー。TKO 勝利した。2014年8月2日、キックボクサーとして、プロデビュー。2017年3月26日、後楽園ホールで開催された、アイスリボンマーチ2017に登場。 2017年4月より、女子プロレス団体アイスリボンに兼任所属し、プロレスデビューすることが発表された。4月1日、デビュー戦は、トトロサツキジカドテブス・フジタ・アカネホーデートと発表された。プロレスデビューのきっかけは、ロープワークをやられていて、なんだこれは、と思ったこと。目標は、アイスリボンでは、同期に当たるトトロサツキ。 4月18日に行われた記者会見では、プロレスは難しいものと表現した。週2日ペースでプロレスの練習をしているという。4月24日、後楽園ホールでのデビュー戦では直接勝敗に絡まなかったものの敗戦。5月5日、ラジアントホール大会での8人、タックイリミネーションマッチでは、初めてチームデート4姉妹全員でタックを組み試合出場。 長崎マルコテキーラシャミ松屋ウノトトロサツキ組に勝利した。11月から12月31日、キャリア3年未満を対象にした若手トーナメント、ヤングアイストーナメントで優勝。このトーナメント優勝者には希望するタイトルへの挑戦権が与えられ、メイン終了後、その権利を行使し、アイス王座を体感したばかりのヒーラギクルミに、 挑戦表明。2018年1月6日、アイス選手権試合として、ヒーラギくるみに挑戦し敗退。これが自身はもちろん、チーム、デート初のタイトルマッチとなった。2019年2月28日付で、アイスリボンを退団した。目標の人物である、橋本真也バックボーンである。 マハーラージャカルーリカヨーガをベースとしながらも、目標としている、橋本真也、橋本大地親子の技を積極的に取り入れている。ありがとうございます。